中村伸幸館長より正式に入宣言でございます。認定書、この試合はピーターポリフが認定するアジアバック選手権試合であることを宣言する。1999年6月4日太平洋沿岸レスリング同盟代表ロードフレア第6札幌プライドッチ第1センター月間中村伸幸続きまして30名の方々新崎人生組に大森高山のチームノーフィアーが挑みます。アジアタッグ選手権試合60分一本勝負、こちらチャレンジャーチームノーフィアーを名乗ります大森高山組、そして第65代アジアタッグチャンピオン早草新崎人生組です。大森コールが起こります。札幌中島体育センター画面の右、チャンピオンチーム、おっとチームノーフィアーは握手、お互いの健闘を誓います。はい、中一人です。はい、一人下がって、はい、まずチャレンジャーチーム大森が出ます。チャンピオンチームは早草、ゴングが鳴りました。アジアタック選手権試合60分一本勝負、まず大森が新崎人生を挑発します。ファーストコンタクト、バックを取った早草した腕を離しにかかります。腕を取って後ろを取ります。大森高尾、腕の取り合いです。グランドの体勢になっています。早草が体を入れ替える。本田泉田組から2度の挑戦で勝ち取ったアジアタックのベルト、現在チャンピオンが早草、そして新崎人生です。今年の2月13日のこの全日本プロレスのファン感謝デーで取ったベルト、第65代のアジアタックチャンピオンです。早草、そして新崎人生、3月19日にはここ札幌中島体育センターで FMW のリングで初防衛戦を行いました。黒田田中組を30分35秒この早草のパレコンアロー2連発で見事沈め初防衛を果たした、その思い出の地札幌中島体育センター、今度は全日のリングで防衛戦を行っています。その早草が大森の左の足を痛めつけていきます。試合はまだ始まったばかり、大きな動きがありません。まずはじわじわっと一点集中痛めつけていきます。アジアタック選手権試合、日本最古の現存するこの争われているタイトル、日本最古のベルトが前日から他団体の選手へと流出しました。それを取り戻さんとリングに上がっている大森高山組。大森、ロープに振ります。両者ともに倒れません。
逆に大森が挑発します。正面衝突、体格では大森の方が2倍くらい大きい、そんなようにも見えます。ハヤブサが吹き飛ばされました。高渉110キロでありますが、大森は130キロくらいはあるでしょう。お互いに読み合いかわす、おっとお互いドロスキック、大森のアピール忘れません。ハヤブサは人生へタッチをしました。しかし大森は待っています。自分がやるんだ、そんな雰囲気が伝わってきます。リング中央、独特のリズムを取ります新崎人生です。このチャンピオンカーニバルに他団体の選手としては初めて参戦した新崎人生、1勝8敗の9位に終わりました。その1勝を挙げたのがこの大森です。唯一勝ったのが大森高雄。その大森が試合の間に移しました。非常に足の長いコンパスのあるこの大きな恵まれた体格を利用して、そしてこのシリーズ晴れて全日正式入団を果たしました高山義弘です。全日本プロレスの高山義弘、新崎人生と相まみえます。力比べ、まずは高山の左手とそして新崎の右手離れました。ゆっくりと時の流れをかみしめるようにこのリズムを取っていきます。新崎人生バックを取ろうとしましたが腕を逆に取られた。腰を落としてこの力を加えていきます。腕を取り返しました人生。ヘッドロック、グランド先生です。フェイスロックになっています。脇固めのような体勢ですが立ち上がりました。なんとか自分に有利な体勢を取ろうとしています人生。しかし逆に高山に腕を取られました。196cm 115kg の高山義弘は現在32歳、対する人生も同い年、人生は 180cm 108kg、 体格では高山が十分に恵まれています。早くも5分を経過しました。アジアタック選手権試合です。腕ひしぎに入ろうという体勢、両の手のひらをがっちりと絡み合わせてその思うツボにはまらないようにしているこの新崎人生です。99スーパーパワーシリーズ、札幌中島体育センターでの最後の試合は4550人、超満員に膨れ上がっています。人生が逆にさーっと腕離れた、もう一度掴み直します。最初からガンガン攻めていくんではないかと思われましたが、しかし始まってみればある意味地味な、しかし自らの力を発揮できるこのグラウンドの攻防が続いています。アジアタック選手権試合、そのまま抱え上げました。高山のパワー恐るべし。新崎はリング下にエスケープをします。ハヤブサが追っていきました。ハヤブサ人生というこのタッグで何度も全日マットには上がっていますが、しかしタイトル、せっかく取ったタイトル、なんとしても是が非でも防衛したいハヤブサ新崎人生組。フェイントをかけます。ハヤブサへロープを飛び越えてエルボーを落としていきました。脇腹へ、高山鍛えても鍛えきれないところ、その一つが脇腹です。さあ抱えるような体勢になっていますが、高山軽々と持ち上げます。
後ろへ放り投げた。腰を折ったサッカーボールキック、強烈。腰を痛打したところにサッカーボールキックです。そして大森が入る。エルボースマッシュ、もう一発狙ってきます。勢いをつける。ロープに振ってドロップキック。この大森のドロップキックも以前にも増して精度を高めてきました。そしてスリーパーに入ります。高山がこの全日マットに上がり始めた時、ショークではないかと言われたこのスリーパーを、あるいはそれを大森が盗んだのかもしれません。こういった落殺法を非常に得意にして、あ、左の膝得意にしてきました大森ですが、早部さんに左の膝を狙われました。新崎が入ります。試合の序盤、この左の膝、左の足を痛めつけられていましたが、この5分を過ぎての時間帯でも同じところを集中して攻められています。大森ぐっと腰を落としている。その荷重に耐えることができるか大森。かつては秋山と組んで第62代王者として君臨しました。その大森を助ける高山、3年にわたり12回の防衛という華やかしい成果を残しました。秋山大森コンビ、同期入団のこのコンビは発展的に解消しました。秋山は小橋と組んでバーニング、しかし大森は一人もがいていました。そんな中転機になったのが高山との世界最強タッグでのコンビでした。吠える大森がありました。そして今年に入って大ブレイク、殿下の宝刀アックスボンバーを身につけました。その大森、しかし今日はこの選手権試合苦しんでいます。かつては秋山と組んでこのアジアタッグの頂点に君臨した大森、2度目の王座返り咲きに目指します。タッグパートナーは変わっていますが、しかしその道のりは非常に険しい。現チャンピオンの早草新崎人生に対し、なかなか思ったようなプロレスを展開していくことができません。10分を経過しました。円髄へ。60分の一本勝負です。長丁場です。手刀の応酬、腕を取った。さあ小上渡りの体勢だ。札幌中島体育センターで人生の小上渡り、拝ませてくれません。人生という仏像の背中に思い切りキックを入れていきましたのは高山。人生は戻ります。もう一度行きたい。さあ腕を取った、腕を取った、腕を取った。札幌中島体育センターで拝み渡りを見せたい。拝みます、拝みます。フラッシュがたかれます。手刀は高山、しかし大森がかわす。自らの形を作った人生でしたが、しかし大森の前に逆に今度は劣勢に立たされました。ダブルのドロップキック、強烈です。2人合わせて225キロ。しかし 1+1 が3にも4にもなるのが今のチームノーフィア、恐れ知らず怖いもの知らずの大森高山組。2人が腕を上げタッチを見せます。背をリング下に落とす。人生の頭を踏みつけるような感じでキックを浴びせていきます。傑作サッカーボール強烈。
先ほどはハヤブサへ、そして今度は人生へ。レフェリーに対しても非常にこの荒々しい言葉遣いを見せます高山です。レフェリーは PWF 公認の西永修一。ハヤブサ人生と黒田田中の FMW での防衛戦でもこの西永がさばきました。ツーカウントで返しています。長く伸びた髪の毛を左に右にとこの揺さぶりながら人生を痛めつけていく高山です。川田を追ってこの全日マットに上がった高山が2年半の月日を経てこの全日本プロレスの正式な一選手として入団しました。全日参戦の頃はスタミナがないと言われました。しかしそれを努力でカバーしました。キックしかないと言われました。しかしギロチンドロップを自分のものにしていきました。着実にステップアップ。そして正式入団後初めて組まれたタイトルマッチ、それがアジアへの挑戦権、もっともこのチームのフィア世界へ挑戦させろというアピールは忘れていません。初めてこの高山が全日マットに上がった97年3月の武道館、いきなり世界タッグオブライトと組んでの挑戦でした。しかし最後は川田のストレッチプラムの前にこの涙を飲んだ高山。その高山から大森です。再びダブルの攻撃を見せようというこのチームのオフィア。足を取った大森は早ぶさへ、そしてキャメルクラッチ高山、テイクのドロップキック、これは痛い。大森が降ってきた。カウント一つで返しました人生。しかし汗が滴り落ちます。お、人生の顔を自分の方に乗せて罵声を浴びせかけます。今の大森が、おー、しかし円髄に入った。細かいキックでありますが効き目十分。2人のタッチワークも非常に冴えています。ノーフィア、二度目の防衛戦を迎えているハヤブサ新崎人生組、そのチャンピオンに果敢に立ち向かっています。おお、かわした。そしてドロップキック、いやこれはすごい。大森のカットにブーイングが起こります。おお、中指を突き立てます。大森自らのやり方貫き通します。かわすキック、足を取った、マンダラひねり、早草も降ってきました。さあチャンピオンチームの時間帯だ。大森が外にいますが早草、おーっと場外へのムーンサルト、三角飛びからのムーンサルトを見せました。そして人生は手刀を落とす、抱え上げます。トップロップ、早草だ早草だ、人生も2位を飛び上げていこう。さあ人生です、拝んでダイビングアタック、ツーカウントで返しました。高山がその巨体を起き上げたところ、カウントは2です。高山の逆襲、
かわした。持ち上げた。この巨体を持ち上げました。ハヤブサカバーに入る。カウントは2です。さあチャンピオンチームが仕掛けていきます。コーナーに振るハイキック、ネックブリーカードロップ。苦しい時間をなんとかこらえた高山、大森にタッチ。正面から突っ込んでいきました。そしてエルボースマッシュ2発目。このエルボースマッシュが後でアックスボンバーにつながっていくはずです。大森がマットに沈めた。しかしハヤブサもダメージを受けている。大森が起き上がった。ハヤブサはどうだ。さあ人生トップコーナーからのミサイルキック。打点は低かったんですが大森は崩れた。今度はさあ念仏パワーボムの体勢であります。もう決めるのか。人生カット、ヘッドチダース、うん、逆に固めた。大森カウントは 2.8。大森の攻撃が続きます。大森の攻勢攻めまくります。チームノーフィア、このチームノーフィア医薬会社が決めたこのベルト挑戦、まずは受け入れる、そして世界へ挑戦させろというこの2人。ここで負けるわけにはいきません。極楽固めに入っています。人生高山の胸の前、この両の腕をクロスさせて、そしてキャメルクラッチのような体勢。今度はマンダラひねり、極楽型でマンダラひねりと、この人生のお箱が飛び出します。今度はハヤブサファイヤーバードスプラッシュ、フェニックススプラッシュ、パルコンマロー。おーっとハヤブサの体が宙に浮きました。札幌の宙に浮いたハヤブサ。20分を経過しました。さあそして両の腕を後ろから人生、大森カット。このまま投げ捨てるのか。ダブルのアーム投げ捨てた。ダブルでダブル、両者ともに起き上がる、うん、ようやく立ち上がったところですが大森に捕まった。コーナーへ、反対コーナーに振る。まずは大森、高山の口差しが決まって、そしてまだこらえて返せかとし、カバーに入ります。なんとか2で返したハヤブサチャンピオン、第65代アジアタッグチャンピオンのハヤブサ。新崎人生逆水系、ちょっと力がありません。ハヤブサは高山のサッカーボールは勢いがついている。2で返しています。高山にはギロチンドロップがあります。まだ出ていません。金崎をちょっと睨むような格好。さあ高山ですが、あっとバタついている。逆に投げられた。大森が入る。エンジンへ一発。苦しいながらもこらえているハヤブサ。想定だ。そしてフルネルソンに捉えて、そのまま投げていった。固める。さあどうだ。2カウントで返しました。高山20分のすでに決め、あー決めのポーズに入ります。20分を過ぎている。新崎が入った。さあ、ハヤブサ
向こう向くか、こちら向くか、ファイヤーバードスプラッシュ、カウント大森が戻りました。間一髪大森が戻っています。その大森にエルボー、ダメージを与えて、もう一度もう一度、今度はトップロックから伊沢を落として高山をマットに沈めることができるか、早見さん、これも2です。今度は新崎、入るタイミングを狙っています。立ち上がったところ、これはすごい、起き上がった高山、そのままカバーに入りました。カウントは 2.9、 あと一歩です、あと一つ。出せ出せ入れて、アジアタックチャンピオンに向けて第66代が誕生するのか。合体技、このあたりハイキックからバックを取って、そして高いボールいく、チームノーフィア、怖いもの知らず、危うさがかろうじてカットに入りました。さあ2人で攻め立てます。大森は早草、うん、これも2人でいく、2人でこの早草を場外に投げ捨てようという感じ。このままここから落とすのか、勢いをつけて落としていった、変わらず場外の方に逃れていきます。早見さん、ギロチンのロップ、これも2で返しました。さあ大森が入った、大森が入ったということはもちろんお箱のアックスボンバーで決めるしかありません。その前にこれがありました、大森の得意技、これで決められれば文句はありません。ダイビングニードロップ、カバーに入る、アジアタックチャンピオンの座は映らない。チャンピオンチームが勝てます。25分を経過しました。立ち上がるのを待っている大森、表情が鬼のように険しい、かわします、読み切った、人生輪廻、一発逆転、人生の一発逆転、輪廻念仏パワーボム。さあチャンピオン2度目の防衛なるか、果たして固めた、自分で返しました大森。場外は高山と早草がやり合っています。さあ先に立ち上がるのはどちらでしょうか。場外は依然として高山と早草、もう一度人生、祈りを込める、防衛の祈りを込めて念仏パワー